今回は何に関して、ねえー、言及させていただきたいかというと気になる時事問題を取り入れさせていただいて、えー、解説させていただきたいと思います今回何かというと透明面の煽り運転事故です今ウェリアでも笑いとなっていると思うんだけど、えー、これに関して言及させていただきたいと思います、えー、透明の煽り運転ということで、えー、26歳石橋容疑者福岡県出身26歳の男が、まあ、変な顔してますよねいつこんな顔してるけど 大丈夫な,のかなってです、ね、だからちょっと異常な顔してますよねあの顔自体が、うん、でその中で、えー、その海老名の神奈川県の海老名のサービスエリアでね、えー、止め方が悪かったのまあ俺も注意しますよたまにだから止め方悪くて通れないじゃないですか,かピッてやってでなんかあれだったら言うこともありますよで多分それでなんか言,言われて怒ってそのまま追いかけてってで途中で止めさせて で、それで、えお、ー、ろさして、で、こうやって胸ぐらつか殴ろうとしてたわけ。で、そのところにトラックが突っ込んできて、に、ね、夫妻が亡くなってしまったということです。娘さん2人がいてね、その中でなんとも言えないトラウマになってしまうんでしょう。で俺、私はとにかく亡くなった方々に関しては、えー、ごめ福こお祈りさせていただきます。男子入りすことできないよね。で、今、話題となっているのは、裁判で問題となっている点というのはね、 罪にしですこれは例えばいろいろあるんで、強要罪、強要罪ってまあのは、無理やろ降ろさせろ、お、ま、前、あ、降りろっつって、お降りろよ、この野郎っつって、降りろよ、この野郎っつって、降りてこいよっつって、で、降、えー、ろさした、えー、それは強要罪。で、えー、危険運転致死傷っていうのは、危険な運転をして、相手が死ぬんじゃないかというふ、ね、うに、心があった中、それで結果、死んでしまった、これが危険運転致死傷です。 だから危ない手段の事実ですから、ね、で、す、え、ね、ー。あとは監禁致死傷、監禁致死傷というのは、まあ、その密室、密閉されたところでもう、そこから、現場からもう逃げられないような雰囲気を作った、これが監禁致傷が、これが適用されるかどうかというとこれが適用されれば最大で20年です、だから複合で合わせて、今23年を検察が休憩しているわけであって、裁判員がどのように判断するか、これからが、まあ、話し合われるところかなって感じがします。 その中で、えー、ね、えー、男子で許すことできないわけだけどねまあ自分がそこにいたらねもしそこの場にいたらおいお前やめろこらっつってやめとけっつってはいやめろやめろっつってお前気だらなことやってんじゃねえよっつってで言ってきてんじゃあこっちに向かってくればそれはね俺のところに来ればおいお前なんだこの野郎っつってやんのかん、ね、だって俺のところ来いよこの野郎っつってやってやるよっつっておいここだここっつってまあそのまま そその後遺写料請求しまますよね、まあ、それかやって家事総裁になるから思いっきりやっちゃってもいいんだけどね。だけど、まあ俺、大人ですから、自分は大人ですから、基本的にはそういうことはしませんけどね、暴力ってはね、基本的にはね。うん、やってきて、もしもう俺がやられるようにな時きは完璧にボコボコにしちゃいますけどね。だけど、基本的にはそうしない。ね基本はね。だけどやっぱり 煽り運転っていうのはね結構日常茶飯事で起こってるんです皆さんがまあ煽り運転煽り運転まあ日常茶飯経験されたことあると思うんですよでその中で煽り運転っていうのは自分自身もありますねされたことねだから普通に歩いて俺の車決してなめられる車じゃないんだけどたまに煽ってくる車いるんですよも,うものすごいぴっちりつけてねなんなんこいつ俺に健康ってんのかっていうねで、えー、例えば黄色信号で入るじゃないですかギリギリね で、でその中でいきなりそれを無視して向こうは赤信号になってるんですよだからそれで入ってきて言ってああで俺もちょっとそれはおかしいと思ったから信号無視して犯罪じゃないですかで俺左に行ってでえー、っとずれて行くじゃないですかで俺もこのままそこから後ろにピターってつけてやってでその後、信号になったら右に左に行って「おいお前さっきお信号無視してただろ」っつって「お前ドライブレコーダー後ろもついてんだけどさお前全部これ記録してるぜ」っつってはい やんのお前何なの何でお前け俺にさあのー、やってんだよこの野郎っつっておいっつって言ってまあそんな感じで言ってさじゃあ逃げてったんですよね、まあと煽ってくるやつとか,だから俺もたまになそういうふに煽ってくるやつ言ってじゃあななんなんだお前煽り運転っていけねえんじゃねえのかっつっておい煽ってくんじゃねえぞこらっつってたらまあその前にそういう前に大体みんな逃げてくるんですよ、ね、横にぴったりすけれど、うん、じゃあ何せなら煽ってくんじゃねえよって思ったんだけどね で、えー、そんな感じですだからなんというかねなんというかふざけてるからも結構いますよ自分の場合は決して煽ったりしません人をね煽ったりしませんそれはなぜか自分がされて嫌だからです自分がされて嫌なことを、えー、人にするっていうのはダメなんです自分の精神としては、えー、強気をくじき弱気を助ける精神昔ながらの義理と人情を思い出している古き良き日本人ですその中でそういった精神を大成しています だから、えー、強い者に対してはやっぱりね、おかしいものに対しては、はっきり言うし、はっきりとそれは行動にも出す。ただ、えー、弱い者に対しては、そういうのやらない。これが普通の,あの日本人の精神だと思うんだけど、そういったところをね、忘れてしまってる日本,日本人なのか日本、純粋な日本人じゃないのかもしれないけどね、どうなのかなっていうのを思ってしまうんです。うん、だから、こう考えると、やっぱり、いろんな難しい問題があるんですね。うん。なんていうかね。 だから、煽おって、煽られて、逆に煽り返すっていうこともありますから、だからその場合、総裁になるんですよ。ただ、今回のように、ここまでいっちゃうと、また問題になってくるし、だから、皆さんがやっぱり、しっちりとしっかり考えていかないといけない、だから、いろいろ問題あるんですよ、のろのろ、例えば、50キロ制限のところで30キロで、ノロノロ走ってる車が、後ろが1車線で、詰まっちゃうじゃないですか、そういう時はもちろん、煽ろうという気になる人は多いと思うんです、それはしょうがないかもしれない。 だからまあ、それの,のね、あの追い越し禁止だったりしてね、そういうことあるんだけど、いろいろと難しい問題があるのかなって感じはします。うんまあ、とにかく、えー、やっぱりそういった危険運転致死傷、えー、そういったものに関して、まあ、いろんな適用になるかならないかあると思うんです、過失、過失ね、ね、監禁致死傷なんかもね、えー、その中でやっぱり今後いろいろ考えていかなきゃならないのは、やっぱり皆さんが安全運転で、自分は安全運転です。 あのゴールド免許を所持してますから、ええ、なのでかなり安全運転でやってるんだけどねまあ、たまに変な運転してるやつとか一歩水濠で入ってきてお俺,俺にどけっていうのつって俺お前出てよお前んだよつってお前ここね一歩水濠じゃねえかも何だろう俺にどけってどういうことだもんねやろ,ろつって言ってやったらなんかビビってどっか行っちゃいましたけどねでそんな感じですだからでえー、やっぱり変なのもいるんですよ運転がマナーをないやつがねだから そういったののを見ちゃうううとねねどうなのかなかっていう、ね、感じはしますただそれでもねやっぱり世界各地を見てみて私は世界各国8位近く行ってますけどその中で海外でも運転してました海外でも車持ってましたからねその中で海外で運転しててもやっぱり日本以上にやっぱひどいなって感じがしますもちろんその日常茶飯事で煽った煽られたそれによって喧嘩口論出ていってそういったものは日常茶飯事でありますしものすごい運転はいですよ この間、あの旧ソ連構成国、ソ連だったけど、ジョージア行った時も、すごく荒くて運転が、びっくりしましたけどね、その運転の荒さに、引かれるんじゃないかなっていうね、だからそういったのもあって、ね、全然まだ日本はマシなんだけど、えー、やっぱりこういったことっていうのはね、やっぱり車持つと人が変わるってあるじゃないですか。それで やっもと、まあ、元々性格もあると思うんだけどね、やっぱりそれで人に対してそういう風に煽ったりとかねしてしまう人々がいるのかなって感じはします。路上でやっぱり何かもむいごとになってしまうということはよくあるわけであって、えー、きっちりとやらなきゃければならないかなって感じはします。で、最後にちょっと言わさせていただきたいのが、やっぱドライブレコーダーです。ドライブレコーダー、こっちにつけて、後ろにも今、つけてるんだけど、双方をつけるといいです。これはやっぱり何でもそうなんです。例えばね、やっぱりよく看板見るんです。 事故になってる看板、事故。で、その中で、事故で、あのー、なってるわけだけど、何々目撃した方は、何々、署まで連絡ください。これは何かう、どちらか嘘をついて、揉めてるわけです。で、その場合って、やっぱり、このドライブレコーダーがあれば、後ろもつけてね、前もつけて、まあ、横もつけるより横もつけたいんだけど、で、えー、そういう感じしとけば、じゃあ、証拠が残れるわけじゃ残せるわけじゃないですか。何ででも今のの時代っってて証拠なのかなか感じはするんで やはりドライブレコーダーダ前にも後ろにもつけておく何かのため、これは事故の時のためも含めてです、ねえー。そういったところをしっかりとやるべきかなって感じはします。でもし、煽られてね、煽られて、で、イカつじやからが来てね、あの石橋みたがやってきた、場合は降りない方がいいのが、実情です実践というかまあ、 あの逃げれれば逃げた方がいいですね。じゃあ、安がじゃあ前に止まってくる横付けで止まるじゃないですか。1車線のところだったら、もちろん難しいけど、そしたらバックして逃げればいいわけであって。で、えー、あとは2車線だったら、そこの横をすり抜けていくという手ですね。まあ、うまくやれば逃げれる、負けるとは思うんですけど、なかなかそれ運転技術も必要ない、難しいのかもしれないけどね。うん、極力相手にしないのが一番かなって感じなんだけど。で、ガラスね。ガラスはなかなか割れない。まあ、俺も多分ガラス思いっきり。 割こうやってねもう一回エルボーでやったら割れそうだけど基本では基本ではそんな割れないんですよ外からやる分にはねだからあのー、基本的には中から出ない窓は開けない方がいいのかなって感じはしますうんそれがやっぱりそういった場合にあった場合の対策なのかなって感じはしますまあとにかく今後こういったね痛ただましいこと煽り運転って他にもそのあといろいろ捕まってますよね えと北海道かかどっかでもだからいろいろ難しい問題があると思うんですだからしっかりとやっぱりそこら辺はね、まあ、その煽られたから煽り返しゃってもあるしだからこれ何が理由なのか我その場にいないからよくわからないんだけど、えー、やっぱりそういったところでやっぱり人々が仲良くねしていくべきなのかなって感じはするんで皆さんもね安全運転を心がけあのー、ゆとりのね心を持って。 もしどこどこに行くのであれば余裕を持って行く、急がなければならないになっちゃうとスピード大事じゃないですか。で何チンタらの走ってんだってなって、あおっちゃうとかあると思うんで、余裕を持って行くことが重要なのかなって感じがします。ゆとりを持ってお互い譲り合いの精神で、これがやっぱりうまくやっていく秘訣なのかなって感じがします。